どうも皆さんこんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボークの最新情報についてお話しさせていただこうかなと思います。 V ジャンプ12月特大号に掲載されていた情報となります。 CCG の大いなる脅威オール滝沢が襲来、突如現れた石眼のグール、圧倒的な力で即座に SS レートになったオール滝沢が参戦ということで、皆さんお待ちかねのオールがついにインボークに登場です。オールは敵に強力な連撃を与えるだけでなく、状態異常を付与することができるとのことです。では V ジャンプ公式チャンネルで公開されたオールのスキル詳細を見ていきましょう。スキル到着&出国レベル5、4ターンの間敵単体を流血状態にする。敵単体の武器耐久値をマイナス5する。敵単体に攻撃力 1.5 倍の10連ダメージを与えるになります。これはあれですね、熟練で 100% にした時のスキルの内容となりますね。確定流血と武器耐久値削り、高倍率の連撃ダメージでかなり強いキャラになります。流血を利用するキャラはリゼとか、プレミアムの10かもそうだったような気がするんですけど、まあ、何体かいますので、そこら辺と組み合わせるとなかなかいい感じに、ダメージを稼げそうですね。スキルに流血状態の敵に対して攻撃力に倍率がかかるスキルが、まあおそらくこういう系のキャラだとあると思いますね。はい、おそらくですね、オールは今月末のフェスで登場すると思うので、また石がたくさんね、必要になります。はい、ということで、短いんですが今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。